ちは、なちこです。今日は四国女一人旅2日目、夏山のホテルを出て佐田岬、宇和島城、宇和島ご飯を食べた後は四万十川で沈下橋、屋形船、足摺岬まで500キロ弱のドライブがある日程です。まずは佐田岬に向けて100キロ以上ドライブします。愛媛県の下の方にね、ピョロッと伸びているここですよ。もうね、大分の方が近いんじゃねっていうぐらいの場所です。これね、実際は片道123キロもありました。ここは日本一長い半島ですよね。その細長い半島を国道197号が走っています。その道はね、愛称が佐田岬メロディーラインっていうんですけれども、ちょっと動画ね、上手に撮れなかったんですが、あのね、音楽が対話の音で鳴るんですよね。で、左右眼下に瀬戸内海と宇和海を見渡せるドライブには最適な道です。でここに駐車場に到着しました。ここからね、実は2キロぐらい山道を歩くと本当の灯台になる岬の先端まで行けるんですけどね、周りにね、ちょっと怖い感じの車がたくさんいましてね、ここから先一人で行くのは諦めました。その後また100キロ以上走って、この後は宇和島城まで行きます。途中にはね、大須とかね、八幡浜などを通ってきますけれども、それぞれにね、昭和タイムスリップしたような街並みとか、それから八幡浜ちゃんぽん巡りなんかもできるスポットもあります。お時間に許す方はね、そちらに寄り道するのもいいかなというふうに思います。私はね、このままちょっと山の方を走りましたので、宇和島城を直接目指すことにしました。はい、到着しました。こちらも現存十二天守の一つですね。典型的な平山城なので、またね、ここもですね、坂道をこれでもかっていうぐらい登ります。これ一番最初に入ってくると、まずね、階段があるんですね。これ左の方に行くと坂道もあったようなんですが、まずはこのなんかもう歩きづらいこの階段を登っていくと、到達したところの先に階段を選ぶか坂道を選ぶかみたいな究極の二択みたいなのがあるんですけどね、まあ、一応坂道の方が楽っていうことで、距離は倍以上あるんですが、坂道の方を選ぶことにしました。結構急でしょね。宇和島市は伊達十万石として江戸時代から栄えてきた城下町です。伊達政宗の長男である伊達秀忠が慶長20年頃に十万石を拝して宇和島に入城して以来、宇和島伊達家として9代受け継がれてきてお城ですね。宇和島っていう地名は、実は歴史はそれほど深くないようなんです。昔からこの一帯はね、宇和郡と呼ばれていまして、その中に板島と称される場所がありました。それでね、宇和島城ももともとはね、板島丸串城って言われていたそうです、ね、このお城のあたりって歴史的にとっても複雑なんですよね。登場人物もなかなかいっぱい出てきて、西園寺とか小早川、長宗壁、毛利、それから戸田勝隆ですかね、あの豊臣秀吉のあたりにね、ぐっちゃぐちゃになってます。でもう長いので、お話は東堂高虎からぐらいからにしましょうかね。これなんかね、賑やかなテントやなんかが出ていますけれども、実に3年ぶりにお祭りが開催されるそうですよ。ということでね、地元の方がわざわざご声かけして教えてくださいました。宇和島になったのは江戸時代初期に板島から宇和島というふうに改称されたというふうに言われています。今残っている天守はね、秀宗の息子の宗利が大改修をした時に建てられたものだそうです。で元のね、今歩いてきましたけれども、この石垣とかね、城郭、それから縄張りは元々のね、あの板島丸串城の時に東堂高虎さんが建てたあのものというふうに言われてますね。この東堂高虎さんという方はね、非常に築城が得意な方だったそうですよ。それでね、それをそのまま生かしているそうです。ちょっと早回しにしましたよ、距離が長いのでね。で今はね、埋められてしまったんですけど、このお堀がね、四角じゃなくてね、こう五角になってたりとか、非常にトリッキーだったり、それからね、隠し道があって海に抜ける道があるそうで、これで水軍を用意しているということでね、非常に戦略に長けた東堂の技法がふんだんに使われたお城だったそうです。はい、お城の中に入ってきました。非常にね、こんじんまりとしたお城です。ただね、こうみっちり作ってあって、とっても丈夫そうな感じがしますよね。展示物もたくさんあります。
で実際はね、このお城は一度地震で大地震で崩れたそうなんですね。で石垣も本丸も半壊っていうか全壊っていうかね、結構壊れたそうで、その時にね宗利さんが幕府に改修しますよという届出を出したそうなんですが、実際はね土台を岩盤から石垣に変えたりとか、それから構造もね、もともと望楼型だったものを総塔型に変えたり、それからね外観もね白漆喰層塗り込みに変えたりとか、全く違う建物に変えてしまったそうです。もう建て替えと同じような感じですよね。中にはねこんな風に構造がわかるものも飾ってあったり、それから武具とかね、それからこんな風に甲冑も飾ってありましたね。はい、じゃあ階段上がっていきましょう。階段っていうかもうこれはしごですよね。ここまで来るとね、気をつけて登らないといけませんよ。はい、天守まで上がってきました。古いね瓦もねそのまま見えたりとかして、こういうところが面白いですよね。中にはねこの椅子屋なんかもありますので、坂道を登ったり階段を登ったりとかして疲れたものをね、この吹き抜ける風を感じながら椅子に座って少し体を休めて、それから降りてもいいかなというふうに思います。こんな風にね格子のついた窓がたくさんついてるんですが、しかしね間から望むとこうやって山々とかね街並みが見えるんですよ。非常にね綺麗な小さな街でした。ちょっとね展示物が少し手作り感があって良くないですか、こういう感じね。非常にね伊達家のこともよくわかる内容の展示がたくさんありましたよ。少しゆっくりしましたので、じゃあそろそろ降りていきましょうか。宇和島に来たらね絶対に宇和島飯を食べずには帰れませんよねということで、宇和島城の前にある観光案内所で紹介された駅前の角屋本店さんにお邪魔しました。私がいただいたのは宇和島の名物料理が大体網羅されている伊達御膳というものですね。でこんな風にね座敷のあるところに通していただきましたよ。これです。じゃこ天真ん中はねきびだごの南蛮漬け、それからねカラフルなのは細切りこんにゃくにそぼろなどで飾り付けた覆面ですね。あとは深の湯ざらしや酢味噌和え、それから薩摩という魚のすり身に味噌を混ぜたものをご飯にかけたものですね。なんといっても鯛めしがついています。これ覆面混ぜたやつですよ。本当に美味しかったです。私ねちょっとね宇和島飯好きかもです。さあでは次の目的地四万十川に向かいましょうか。でこんな風にね四万十川に行くにはねやっぱり山の中を通っていく感じなんですよね。距離としてはねだいたい1時間ぐらい走るので50キロぐらいじゃなかったかなと思います。5、60キロあったかな。でまずは沈下橋の方に行ってみようと思います。ここねなんかちょっと見覚えあるでしょ。ここよくねポスターとかで使われてるとこです。一番有名なのはね佐田の沈下橋なんですけれども、あちらはね一番長い沈下橋ということで、実はねポスターとか CM に使われてるのはこちらが一番多いんですね。岩間沈下橋というところです。岩間沈下橋はね三山ひろしさんの四万十川とかいう歌があるそうなんですが、それのね歌碑やなんかもあったりとかして、それから駐車場も大きいし、あとはね売店なんかもあって、非常に来やすいところなんですけど人がね少ないんですよ。だからね撮影したいなとかのんびりしたいなっていう方にはこちらをぜひおすすめします。強くね、このなんか細い道を駐車場から伸びる道を歩いてくると沈下橋に到着しました。ここね車も通りますので非常に気をつけて歩いてくださいね。どうでしょうか、いい感じ、いい感じでしょうね。冬だとねもっとね川の水がね本当に澄んでて下まで待ってもうすごい透明に見えるんですって。ただこの時期はプランクトンがだんだん出てくる時期なんですよね。なので透明じゃない代わりにお水がエメラルド色に見えますよということで、まあどちらも美しいですよね。私はねやっぱりこの季節はね5月ぐらいが一番いい時期じゃないかなというふうに思いますね。ちょっとこっちからぐるっと回ってみますよ
ね、遮るものも何もなくてのんびりできますよね。反対側に渡ってきました。反対側から見るとね、少し集落が見えるんですよね。ここはね、ちょっと砂利が橋の下の方までありますので、靴下を抜いて中の方まで入ってる人もいましたよ。私はね、チンカワシに腰掛けたりとかして、あのたっぷりいい空気を吸ってきました。で、売店でね、お買い物したボンタンと、それからミレーのビスケット買ったら、おばさんがこれ手作りでね、新聞で作ったんですって。なんかね、使い心地がいいので1日使ってました。で、次に来たのは屋形船です。四万十川をね、屋形船でちょっと下ってみようかなと思いまして、お邪魔しました。納得さんというところですね。施設柄、船舶障害保険とか、それから救命胴衣とかね、安全装置はね、しっかり完備してますよということで、ご案内を事前に受けました。で、とってもね、大きいお船をね、何艘も持っていらっしゃる大きい会社です。ほら、持ってるでしょ、このバッグ。なんかね、楽しかったです、このバッグ持ち歩くの。で、早速船を出航しました。前日までに予約をしておきますと、このお船の中でね、お食事をいただくこともできるそうです。50人乗れる船に乗せていただいたんですけれども、実際私が乗った船は3時の船だったかな。なので、人はこんな感じで15人ぐらいしか乗ってませんでした。お昼頃はね、お昼を食べる方でね、結構にぎわっていたそうですよ。で、経路なんですけれども、まずはね、これ下流にどんどん向かっていきます。下流に向かっていくのでね、割とね、こうスピードもあって迫力がありますね。で、今ね、これ向かってるのは高瀬の沈下橋って、佐田の沈下橋の次ぐらいに有名な沈下橋じゃないでしょうかね。こちらの下をくぐっていきます。ね、お天気いいでしょう。もうなんか周りがね、青と緑しかないんで、本当になんかね、現実の世界と思えないぐらい綺麗でした。ね、あらかた行ったところで、ここで、ね、旋回してますよ、今。ぐるっと回ってるの分かりますかね。はい、反対向きましたよね。で、沈下橋の下を渡って上流に行きます。この辺大体に8メートルから10メートルぐらいで、水深が、まあ深いところだそうです。これ上流の方に、まあ、エンジンかけて向かっていきますけれども、そちらの方にはね、びっくりするほどのね、浅瀬があります。私も実際下を見ましたけれども、底が見えるぐらい浅瀬だったんですね。船頭さん泣かせだそうですよ。で、この辺の岩場のところは岩松が群生しているんですね。で、鬼ヶ淵の岩というふうに言われていて、この辺一番深くて水深が14メートルぐらいあるそうです。ね、これ船頭さんですけれども、座ってるのがお風呂の椅子だったんですよね。ちょっと可愛かったので撮っちゃいました。ここは沈下橋です、みたいな。ちょっとなんか喋り方に味のある船頭さんでした。ね、窓を全開にして走って、とても心地の良くてね、美しい時間を過ごしました。はい、その後はね、車をね、また走らせます。最後にね、向かったのは四国最南端の岬、足摺岬ですね。こんな風に、ね、足摺岬に行く途中もまたこう細い森の中の道みたいなところ走るんですよ。で、駐車場の方に到着しました。知ってますか、足摺岬。ここね、ミシュラングリーンガイドジャポンで、足摺岬も、それから足摺岬から見える灯台とかね、この辺の景観も含めて、二つ星をいただいてるそうですよ。で、ここに銅像が立っておりますけれども、この方がかの有名なジョン万次郎さんですね。日本で初めてね、海外の、まあ、英米の教育を受けた方と言われてますよね。お船が遭難して、アメリカの船に助けられて、そしてアメリカで教育を受けて、日本に帰ってきて、そして坂本龍馬とかね、中岡慎太郎、それから岩崎彌太郎なんかにも影響を与えたというふうに言われています。
ちょっとね、先の方の展望台まで歩いていきますよ。はい、これがねミシュラン二つ星の白亜の灯台です。18メートルあるそうなんですけどね、非常にちっちゃく見えます。ちょっと離れてるんでしょうね。でね、あとここ黒潮がバーンと当たるところで、すごくね壮大な感じがしますね、景観が。で最南端の日もあります。ちょっとね見てみましょうか。その迫力ある感じ伝わるかな。ね、黒潮がね直接この岩壁に当たるところってここしかないそうなんですよね。こんな感じのすごい素敵なところでした。本日最後に向かうのは今夜宿泊するホテル、新ロイヤルホテル四万十ですね。30キロぐらい走ってきました。この辺ではね、結婚式やなんかをする大きな方のホテルだと思います。お部屋の中に入ってきました。お部屋の中はね、至って普通のビジネスホテルです。で、やっぱりね、新しくはないので少し年季は入っています。私ね、ちょっと勘違いしていて、川沿いに立ってるのかなと思ったらね、川沿いではなかったんですね。こんな感じです。で、お風呂はね、こんな感じの大きめのユニットバスがついておりますけれども、新安波温泉というのを引いてありまして、大浴場がありましたので、そちらの方を利用させていただきました。ホテルの周りもね、少し歩いてみることにしましたが、大きなね、商店街もあるんですけれども、この日日曜日で、ゴールデンウィークで日曜日ということで、お店はね、ほとんど閉まっていました。ね、ホテルの中にはね、大きなレストランがありまして、こちらの方でお食事をいただきました。なんかね、近隣の方もね、お食事にお見えになったりするそうですよ。私が、頼んだのはビジネス定食というね、四万十鶏とそれからね、カツオのたたきがセットになった定食です。これでなんと1000円ですよ。非常に美味しかったです。最後は温泉に入ってゆっくりお休みしました。いかがだったでしょうか。本日もご視聴ありがとうございました。いいねと思った方はいいねとチャンネル登録をお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。